桜宮橋とは大阪市の大川に架けられた国道1号の橋。大阪市北区天満橋1丁目と宮古島区中野町1丁目を結ぶ。銀色の橋であることから銀橋と呼ばれており、こちらの名称の方が有名となっている。設計は竹田51。付近は大川沿いに桜宮公園が広がる。なお、 国道1号の拡張及び銀橋の補修工事のために北側に新桜宮橋が建設された。新銀橋は安藤忠夫の設計で既存の銀橋に合わせたデザインとなっている。桜宮橋が西行き3車線、新桜宮橋が東行き3車線となっている。合わせて計画福井40メートルであり、 歩道は上下線ともに8.25メートルずつ確保されている。現在の橋は大阪市の第一次都市計画事業に基づいて建設され1930年に完成した。この場所はもともと軟弱地盤であり、ある程度の不当沈下を見据えて三品ンンジアーチと呼ばれる構造を採択している。アーチ部の基礎に長さ20メートル。 計40センチメートルの鉄筋コンクリート製のペデスタルグイが片兄弟あたり約200本打ち込まれている。さらに施行前には支持力を確認する実験まで行われた。それでも建設から相当な年月が経ち、十数センチメートル程度の不当沈下が起き、士官が数十センチメートル程度広がったため、一度基礎の大規模な補修が行われている。 新桜宮橋は2006年12月18日に開通。急遽よりも橋長が長く、桜宮橋とデザインを合わせるため、アーチ高さを同等とした関係で、アーチライズ比が小さくなっている。構造上、ボルト締結ができないため、全断面溶接構造となっている。現場溶接するために溶接箇所の周囲に風防をつけるなど、品質確保に、 最新の注意を払って施行された。形式は、老ゼ橋となっている。ありがとうございます。